吉田さん、まあこの年になると転職が厳しいとかっていうのはよく言いますよね。で、まあそれはね、私もね、自分の身に置き換えたら楽にどっかの会社に入れるかどうかっていうのは、はっきり言ってね、自信はないですね。自信はないけども、攻略の方法はいくつも思いつくんですよ。まあ例えば A っていう中小企業があって、その中小企業の、まあ、ホームページのアクセスを調べるわけですよ。で、ホームページのアクセスが、例えば1日にね、30とか50とか100だったら、あ、これはこのホームページのアクセスを10倍にしますよっていうことを面接で言ったらもうチンコローかなと思うんですよ。まあそのぐらいのことはできるかなと思うんですね。で、あとね、まあ YouTube を使うにしても、その会社の製品を紹介したり、会社の経営者を紹介したりみたいな YouTube チャンネルを開設して、その部門のリーダーになりますってことで、もう毎日ね、こう商品の紹介したり、会社の紹介したりとか信頼関係を視聴者さんと作って商品を売ると。で、アフィリエイターをやっていた感覚から言うと、まあ、売り上げを作ることはできるだろうなと思うんですよ。例えば、1個30万とか50万とか100万の商品があるとしたら、それをアフィリエイトで売っていくみたいなことね。まあ、これは緻密に作戦練らないと当然いけませんけども、で、そうなると、私一人がどっかの会社に入社することによって、その会社の売り上げをプラス100万とか200万、これはできるなと思うんですよね。で、その中から自分の給料を、例えば 30%、40% くださいっていう交渉で面接に臨むと、まあ、半年ぐらいちょっと頑張って試して、それで利益が出る採用するよみたいな形には持っていけるかなと思うんですよ。で、多分、まあ、この年齢の人材募集をするところって、IT がそんなに強くないところじゃないかなと思うんですよ。で、すごくなんか、極端な例言うと、なんかその、田舎の飲食店ね、ホームページすら持ってないような飲食店に、まあ、就職して、そのままだったら当然、その飲食店もね、オーナーさんの給料を払うのがやっとだと思うんで、そんな従業員雇ってないと思うんですけども、自分が入ることによって、その飲食店の、まあ、日販って言って1日の売り上げが、例えば7万円でしたって言ったら、これを12万にしましょう。プラス5万でいきましょう。みたいな感じで、それが達成できたら、そのうちの何割か私給料でもらっていいですかみたいな感じで交渉して、就職することができるなと。少なくともこういう話をしたら、多分なんかこう、試用期間で雇ってくれるぐらいのことはできるんじゃないかなとか、思っちゃうんですよね。だから結局、その、IT に弱い会社に対して就職活動して IT で売り上げを作ってきましたよってことをお話しすれば、まあ、マッチングするかなと思うんですよ。でもね、経験はないけど頑張りますとかね、真面目に働きますとかね、昔英検の2級に挑戦しましたとかね、運転免許をなんかこう免許の欄に書くとか、それはどうなんかなと。で、そういう競争は競争にならないから、そういうのを持ち込んでも頑張って転職活動したけどダメでしたみたいになるんで、やっぱその自分が就職しようと思う会社のウィークポイントを補填できる人材ですよっていうことが大事なのかなと思うんですよね。うん、他にどんなことがあるかな。まあなんとなく考えてみたんですけども、会社の給料を上げるのが難しいとかっていうふうに、まあ、ご相談いただく会社員の方に言われるんですけども、それこそね、会社の給料なんて社内に対してマーケティングを持ちかけていくらでも変えることができるんじゃないのとか、例えば会社の売上を毎月毎月5万円プラスにするから、じゃあそのうちの 20% 1万円は私のコミッションとしてくれませんかっていうことを上申すると、会社はやって言いますかね。だって4万円売上を上げてくれる社員ですよ。それがライバル社に行ったら自分の会社の売上4万円向こうに行っちゃうわけですから、5万円とかはね。そういうふうにこう言ったら断れないだろうみたいなのが交渉だと思うんですよね。だから交渉ってのは要するに相手の弱いところをついて相手の欲しいところを上げるよっていう風な、この二つをちらつかせることが交渉なんで、交渉能力がないっていうのは要するに、相手のウィークポイントがわからないことと、相手が一番欲しがってることがわからないっていう、このランチェスターのね、作戦ですけどね、どんなものにも弱点があり、どんなものにも強みがある。この二つ、この一番目立つ二つが抑えられない時点で、まあ、はっきり言って人材としてはもう機能しないんだろうなと思うんですよ。これはだから、どんな人間関係においても誰を見てもそうですよね。この人はウィークポイントはここ、この人はここをなんか褒められたらその気になるみたいなところを、まあ会った瞬間に抑えれるようになっておくと、まあ人間関係っていうのはすごく豊かになるかなと思いますし、まあその両方が把握している上で必要ないなと思ったら簡単に切れるっていうこともね、惜しげもなく。で、なんかね、人付き合いを大事にしておくといつか何かの役に立つかもしれないっていう考え方は結局見抜けなかったってことなんですよね、きっと。最初の第一印象で見抜かないといけないのに、いつまで経ってもわからないから、なんとなく人間関係ダラダラ続けてるみたいなことになって、何だったんだろうみたいなね。ただ、なんかこう、烏合の衆ができちゃうとか、友達100人とか言って、単なる、
この人間関係気づくっていうコストがかかるだけで、まあ面倒くさいとかね、ことになるのかなと思うんですよね。でもどんな人にもその、うん、なんか一番いいところと悪いところとはね、ちゃんと見抜いて、まあそれで人を採用したりとか、採用ってのは要するに会社が従業員を採用するだけにとどまらずに、人間関係として採用するかどうかってことはもうどんな人に求められてるんでね。それが分かんないと、だらだらとよく分かんない人と付き合っていって、でどっちかっていうと負担ばっかりかかるみたいなことになっちゃうんですよね。で会社員が社長に雇われると、会社員がね、本当従業員というその給料ってコストを会社にものすごく負担かけてくるっていうのと同じように、普段の人間関係もいるだけで負担になるやつっているんですよね。でもなんとなくつながっちゃうとかね、なんとなくなんかお断りできないみたいなことになって、なんかね、この負の連鎖が起きてくるのかなと思うんですよ。あのなんかね、その年齢を重ねていくとね、貧富の差っていうのが明らかになって、仲のいい友達ともなかなかランチが一緒にできないとかっていうね、そういった悩みも生まれてくるんですよ。ちょっとランチ食べに行かないって言っても、お金がないからっていう人に声かけづらいじゃないですか。よしんば一緒に行けたとしても、片っぽは、わ、美味しそうなお刺身定食、煮付けもあるわって言って選び放題で2000円のランチ頼むのに、もう片っぽの方は、なんかどれも高い、500円の定食ないのかなって探してると、なんか一緒に行くのやめようかみたいになっちゃったりとかね。だからやっぱこう、お金の問題っていうのは早いうちに型をつけておかないと、年齢を重ねた時にもう取り返しのつかないことになってしまうんだろうなと。それこそお金がないから人間関係も築けないことになって、お金がないからなんかね、自己トレーニングもできなかったりとかして、でそういうことだから、なんかそのスマートフォンで無料情報を集めて、なんか突破口をなんか見出そうってことにもなんなかったりね。だからあれですよね、こう今のうちにあらゆる攻略方法とか交渉の能力がまあ多少ついていたっていうのは、ちょっとこれからの人生もなんかラッキーだなというところは多いですよね。特にね、なんかこの前ちょっと資料で見たんですけども、70歳以上の転職っていうのはすごく難しいって想像ができるんですよね。でもデータを見ると、70歳以上の再就職っていうのは実はね、7割以上が成功してるんですよ。なんでやと思うじゃないですか。70歳以上の再就職、再雇用っていうのは 70% 以上で成功してるんですよ。なんででしょうか。それはですね、会社の再雇用のこう義務化なんですよね。会社が定年退職したら、その後5年とかは元従業員をアルバイトでもパートでも何でもいいから雇わなくちゃいけないっていうのがあるんですよ。だから再就職結構簡単にできるんですよね。その代わり、そういうふうに定年退職した後のポストも5年とか10年って続いちゃうんで、よそから入る人、本当の転職組っていうのがきついんですよね。だからなんかね、他の分野にも興味持ったって人は、相当な交渉力と、まあいろんなセンス持ってないと難しいんだろうなってところありますね。というところでなんかいろいろと愚痴りましたけども、従業員の給料という話でしたっけ。従業員に払っていい給料なんてないですね。何してんだお前みたいなね。だから乱暴なこと言ったら、人に使われないと稼げない人っていらない人になっちゃうんじゃないですか、そのうち。何をすればいいかって自分で考えて、誰がこのサービスを求めてるかっていうのを自分で考えて、どんなサービスが必要とされるかって自分で考える人を会社をね、必要としてるのに、いちいち手取り足取りとかね、上司の判断がないと動けない人って逆にいらないんじゃないかなと思うんですよね。まあ従業員にしたら勝手な行動したらいけないから上司にいろいろ確認するみたいなプロセスがあるのかもしれないですけども、そもそもこの行動して上司や会社がダメっていうわけがないっていうことぐらいの見識がないと、人に雇われる意味っていうかね、価値はないんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと言い過ぎでしょうか。いってらっしゃい。